皆さんこんにちは、ミノチャンネルミノアです。真っ暗です。運転してます。旅館に行くわけじゃないんですよ今日は。実を言うと、はい、外真っ暗で見えないと思いますが、ここは宮崎県宮崎市です。はい、宮崎といえば和牛。和牛、いいね。和牛なんですが、皆さんご存知でしょうか。もう世界的に有名な尾崎牛という、はい、今そこの牧場に向かってます。まだ今2月なんですけど、今6時半になろうとしていますね。もう外は真っ暗です。6時半から実を言うとその牧場尾崎牛の尾崎さんにですね、招待していただいてバーベキューのパーティーがあるということで、これから現地に向かっています。楽しみ。はい、じゃあ今日はね、尾崎牛1キロ花パンコースです。はい、じゃあ乾杯。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 お願いします。お願いします。はい、お願いします。まず、目の前にあるのがね、これ尾崎牛のビーフジャーキーつまみ、うんうん、あの完全無添加、あの発色剤防腐剤を一切使わないビーフジャーキー、すごい。これどうぞ食べてください。これとウインナーがつまみです。尾崎牛だけで作ったウインナーだそうです。レバーをあの唐揚げにしたレバカツが前菜3種類で、メインがここで作る尾崎牛ロサン人風すき焼き、霜降りと赤身、そしてメインの2番目が今日はタンとサガリ一頭合わせ、そしてデザートが尾崎牛のハンバーガー。デザート2が尾崎牛のもつカレー。デザートカツはね、そのまんま行って食べる。いや、私も上だと思うけど多分レバカツ、そうだよね、それですよね。レバカツはそのまま一口で。なんだこのお皿が可愛いね、めちゃくちゃね。お野菜大きさ的にもそんな感じが。さあで、どれが何、はい、霜降りと赤身です。卵、これが赤身で、こちらが霜降り、はい、で、これからこれが今すき焼きに入るってことですか。はい、はいはい、そしてこれが今日のメインの、うわ、来ました来ました。はい、尾崎牛タンとサガリ、これがタンね。はい、ここタンをぐわーっとね、あの、はい、フォーカスしたらいい。はい、はい、ちょっとそんだけ撮ってくれてもいいね。タンからの下がり、はいはい、カレンダーね、白身が美味しいから、こうやって普通ぐちゃぐちゃって混ぜるじゃないですか。僕はできたらこれを十字に切るの、切る、切れてるね、でここでしゃぶしゃぶしてこの白身のところに乗っけてあげるから、お肉をね、で、白身ごと食うような感じ、はい、あのもう混ぜたい人は混ぜてください。4等分に切ります。あ、OK、これでお肉を乗せ、切れた、あ、切れてる、切れたよ。まだですね、まだ温まんないうちに入れちゃうんですね。いや、もうあのグツグツさせないんだよ。あの女の手を握る時と一緒で、握られたかわからないように、基本女性なんです。ギュッて握らん。肉も物を言わんけど、やっぱ熱いっていうんで、グツグツでとか、あのほらザラメを振ってジャーってやるやろ、あれ肉は痛いって言ってる。なるほど。これ魯山人、北宇治魯山人っていいじゃないですか、はいはいはい、が肉を美味しく食べるやり方で、本当はネギをこうあれするんだけど、あの砂糖、みんな砂糖を使うでしょ、うん、あれは肉に旨味とか甘みがない昔の肉の食いから、今の本当のいい旨味があるやつは砂糖を使わなくてもこの肉自体がうまい。だからそういうふうに、そして砂糖を使うと満腹中枢がね、すぐお腹いっぱいって指令を出してもう入らないんですよ。はい、じゃあ飲むように食べてください。飲むように食べて、ちょっと待って、はい、じゃあ飲むように食べてください。はい、白身になんか絡めると白身の方が美味しい卵だ。うん、そう、これ白身が美味しい。ね、うん、はい、なんか大きいね。はい、いただきます。はい、どうぞ。タンが食べるのがもう楽しみ、楽しみ。どうでしょう。甘い。
柔らかい。あ、これね、これが下振り。で、おさんに言ったんですよ。全然美味しくない。腕は赤身。はい、赤身です。いやでもファンとしては、あれ尾崎牛って聞いてきたのにみたいな話じゃないですか。ね、これ赤身は赤身のうまさあるでしょ。赤身はね、どうですか。白身はもうさらって飲めるでしょ。うん、飲んだね、さっき。歯ごたえがあるから、噛んだ後に味が出てくるんだよ。へぇ、飲んだ後の、いや俺が行った時だけね、噛んだから出てくる。10キロ強酸したんだよ。でもやっぱり白い方がすごく甘み。あで、こっちはあの赤身だから甘みよりちゃんと今度お肉っていう感じがすごい牛な感じ。こうやってずっと食べるために作った牛だから、これ見てるでしょ。で、美味しいハイボールの作り方はちょっと濃いめの方が断然美味しいです。で、これでもう一回ここしっかり冷やすんですよ、ウイスキーを。すぐに炭酸を入れずに。氷はやっぱそんなにいっぱい入れなきゃダメですか。氷たくさんの方が絶対です。で、溶けないからこれね。そしてここに炭酸水あります。ね、この炭酸水だけ飲んでも美味しいです。で、まあこれでも美味しいんですけど、一応ね、混ぜる方がいいんですか。混ぜる方がいい。で、さっきのこれ胡椒、これを1、2、3、これがね、大人のスパイシーハイボールティーです。素晴らしい。豪快だな。すごいな。中まで焼けるんですか、それ。これで綺麗に焼けるんです。あの、切っていきますけどね。はい。いやー、家でも焼きてぇな、こういうの。備長炭でね、ゆっくりじっくり。あ、下からほら、これかまどっていう。はい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 。あれ、かまどみたいにほら、下から吹くじゃん。吹くでしょ、はい。こうやって、熱を上に上げて、で、こう上げたり、こうやって、うわ、圧力かかるやつですか、これ。そう、圧力じゃなくて、こうやってね。これ、日本製ですか。名古屋の。あ、そうですか。これは優れもんですよ。へぇ、これ、世界中のシェフにがね、これ見て、買って帰るんですよ。はい、これいいですよ。そうそう。これは、何歳ぐらいなんですか。これは、32ヶ月ですね。32ヶ月、はい。大体普通の和牛は26ヶ月ぐらいで売る、はい。あ、そんな早いんですか。そう。あ、そうですか。だから霜降りと赤身のバランスが悪くて、うん、ほらしつこいよ。あ、なるほど。それから6ヶ月長く買うと、こういう香りと余韻も。へえ。尾崎さん忙しすぎてこういうようなパーティーできないですよね、なかなか。うん、でもね、2月はキャンプが多いでしょ。はい、それでキャンプで来る人が多いから、はいはい、なるべく開けて、海外出張を開けて、はい、あ、そうですか。うん、それは10日ぐらい毎月行くんだけど、また3月から。で、ほら、アジア圏は特に旧正月とかじゃないですか。はいはいはい、ちょうどいいんです。さあ、来ました。デザートの1個目のデザート、ハンバーガー。野菜全く入っていないです。尾崎牛 100% のパティでつなぎ等は入ってないって言ってました。ここに尾崎、ちょっと見えないかな、書いてあるそうですが、なんとここの下にも実を言うと尾崎さんがいると。いた出てきました。はい、というハンバーガーですね。これを食べて、これデザートですからね。もうお腹いっぱいです。霜降りじゃないと世界制覇できないの。世界には赤身はたくさん、全部赤身でも日本の和牛だけが霜降りがあるんですよね。だから逆に外国の人って脂が好きだから、あ、そうです。だから霜降りの肉を好んでくれる。和牛ってすごいですけど、だから和牛じゃないと世界制覇できないと思ったから、僕は日本に帰ってきて今和牛のいい子牛を買って
でそれを言います。今9割ですもん、尾崎牛は海外から。はい、ということで、今日は尾崎さんありがとうございました。本当にありがとうございました。こんなにお腹いっぱいになるほどお肉が出ると思わなかったね。美味しかった。ここ尾崎さんは生まれたのここなんですか？いや違います、ここはね3回目の一点。そうですか、うん。ここの敷地ってものすごい大きいじゃないですか。5万坪ぐらい。5万坪なんかわからない。でも5万坪ってわかんない。もう山だったところを、あの結構な何億円というお金をかけて開拓して、自分の理想の牧場をね。そうですか、はい。でも宮崎市ですよね、ここは。ギリギリ。ギリギリなんですか、うん、あそうですか、うん。ここに牛は何頭ぐらい今、うん、ここは1000頭。ここは1000頭。他のとこ、はい、あと2つ牧場があって、はい、あと400頭と200頭で合計1600頭。いやでほとんど海外に行っちゃうんですって。肉は ね9割っておっしゃってたね、さっき。9割だけ、うん、俺の好みの女性だけに。そう、女性に、ま、与えるんですよね。負け、ま、負け、ね、あのね広いんですよ尾崎さんは。もう守備がね世界なんです。そう、守備範囲が、守備範囲の世界なんです。素晴らしいね、ワールドワイドだね。なんかね本当に年で1歳しか違わないですよ。本当にこれでねこんなバイタリティがあるっていうのがものすごい。俺頭使わないから下半身、ね、うちは頭使う、うちはあの頭使ってください。下半身使わないでください。だ、ね、やばいと思って。いや下半身無意識ですから。尾崎さんの下半身無意識だろ、わからない。いやもうバカなこと言ってんだ。何言ってんだ。まとめなくちゃいけないのになんでこんなこと話してる。これ経済番組でしょ。そうだよ、経済番組です。エロは地球を救う、うん、素晴らしい名言です、名言。はい、まあ、今後も本当によろしくお願いします。本当にまたあの女性が被らないようにします。あそうですね、はい、うまくね、はい、ということで、今日は尾崎さんのお宅でですね、お肉のパーティーということで、はい、参加させていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。